ここは病理検査で使用する標本の作成技術を学ぶ実習室です。病理検査は手術や検査のために採取された臓器や細胞を顕微鏡を用いて観察し、病気の診断や原因の究明を行うためにする検査です。この検査で使用する標本の作成は臨床検査技師の仕事の一つです。標本の作成過程には固定という臓器を保存する操作、 宝米という臓器をブロック状にする操作。白雪という臓器を数マイクロメートルに薄く切る操作。染色という臓器に色をつける操作があります。現在でもこれらの操作は人の手で行われることがほとんどであるため、実際にこの実習室でその技術を学んでいます。実習室には病院で用いられているのと同様な機械がたくさん備わっています。作成した標本が 病理の先生に診断していただくのに十分であるかどうかを確認するのも臨床検査技師の重要な仕事の一つです実習では学生自身が実際に作成した標本を顕微鏡を用いて観察し染色性の確認や実際に病理の先生がどのように診断をしているのかなどを学んでいます